国道152、高遠から、谷をずっと上がってきました。信州そばって書いてある。二道柿外って読めるとこです。もしかしたら昔ここ歩いたかもしれないなーって。どこか車を置けるとこ見つけてね。今のところもなんか案内がありました。この先は杖月峠、畑に出てる人はいるでしょうか。あ、この人は何かやってる。深い谷でなくて穏やかな広い谷だから、こうやって家が無理なく広がっていくんですね。ここも今ソーラーパネルが随分あります。このソーラーパネルの利権というのは、中国と関わる人たちが設けてるんですね。だからこれが少しずつ今暴かれてきてるので、どっかで止まる時が来ると思います。これでおしまいっていう時はね。その、中心になって、設けてたのが河野っていう人ですね。それがバレてきてるんです、中国との関わりが。すごいですね。それを進めるために電気代を上げて何百円も高くしてるんですね。そのお金の半分以上は中国に流れていくっていうことが分かっています。はい。